の真ん中に、卵黄。ということで、じゃあ僕が今から人生で一番かっこいいと思った漫画のセリフを言います。今のはメラゾーマではない、メラだ。じゃあ今日は大魔王バーンが作る超簡単シュアブラシ、シュアブラシを作ってみます。リュウジのバズレシピ、早速やっていきたいと思います。まあもう僕はね、もう本当に長々なもんですよ。この状態で立ってられるとは。ニンニクをパプニカのナイフで切っていきます。これで叩き潰していきますね。はい、切っていきます。はい、ニンニクが切れました。これは入れるんです。このヤマキの白だしね、使ってくださいね。これヤマキの白だし、僕が動画内で白だしって言ったら全部ヤマキの白だしのことです。ヤマキの白だし大さじ1、はぁ、ごま油、ごま油ね、大さじ1、みりんりんをこれぐらい、お酒、結構ね、シャバシャバ、シャビシャビになるでしょ。ニンニクがまだ生なので1分半、これはもう1分半チンしますよ。これでニンニクをに火を通して、お酒のアルコールを飛ばしていくんですね。今日ね、ヒルナンデスに出てたんですけどね、もうヒルナンデス話しかしないよ、このチャンネル。なんか酔ってないから、リュウジさんの良さが半減してるって言われたんですけど、そんなことはないです。だって僕、料理の、なんだっけ、俺なんだっけ、料理研究家だから、双子の兄なのね。なんでね、これね、さっき調味液を、タイミング悪いなって。まあこれね、なんでこうやってやってるのかっていうと、ニンニクって生だとすごい香りがするので、1分半温めると、これね、熱されるんです。熱されると、ニンニクの香りが落ち着くっていうところと、あと、酒とみりんって基本的にアルコールが入ってるんで、アルコール飛ばすって意味もあるんですね。あんまり炊いてないので、これをね、2分チンします。そういう感じになったら、ね、砂糖のご飯がもう炊き上がりました。はい、炊き上がりました。しゃもじでね、チェニーにやってください。鼻に抜けるこのごま油とニンニクと、酒の香りがもうこんな感じでやりましたら、ちょっとね、真ん中にくぼみを作っとくことが大切でございます。そしてこの真ん中に卵黄と、いつも僕言ってるんですけど、これ貴重なタンパク源なので、飲んでください。ああ、うまっ。聞きますよ、二日酔い。トム・クルーズのバーテンダーっていう映画見たことあるみんな。カクテルじゃない。そう、カクテルでした。俺より詳しい人がいたんで、ちょっと突っ込まれてしまったんですけども、逆に突っ込んでもらってよかった。で、あと、小ネギ。小ネギね、散らしてください。ね、パラ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 っと。パラ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 っと、ね。黒胡椒でした。黒胡椒をパラリパラリと。グデグデでもできる塩あぶらめしでございます。はい、ということでですね、できましたのでぜひ食べていきたいと思います。いただきます。今日の締めということでいただきます。これ卵黄絡まったところ、うまそうですよね。これはうまいわ。白だしの味がしっかりしてて、パンキュがある。包み込むような卵黄のコクと、黒胡椒のさっぱりした香り。このままずっと食べててもいいんですけど、やっぱりね、味変必要だと思うんですよ。これ、レモン。レモン、めっちゃ合います。酸味と爽やかさ、非常にマッチングしております。ちょい足しといえば、ラー油さんですね。ラー油。ね。怖っ。締めのつもりで作ったんだけど、締めになんないかもしれないです。まあ YouTube 撮影楽しすぎて、まあ、一番力を入れてます。なぜかというとね、僕が作って食べるのが楽しい、うん、僕これ生チャーハンとして歌ってるんですけど、本当お前は生チャーハンだっていう感じで、すごく美味しくいただけるので、ぜひこの塩油飯作ってみてください。
で今日はね、今日のタイトル言い忘れた。今日はね、あ、言ってたっけ？言ってた。言ってた。言ってたか。シワブラムシ。そう、それ突っ込むっすよ。シワブラムシね。あ、これはね、酔っ払いでも作る。